ありがとうございますはい豊田翼ですこのチャンネルはですね私豊田先生こと豊田翼が日常生活データ気づきや学びをシェアするチャンネルでございます私の経験がですね皆様の生活に1%でも役に立てばとそんな志で日々頑張っております本日もよろしくお願いいたしますはい、えー、それでは早速参りましょう本日の気づきはですね、えー、守りから入るそんなお話でございます 私、現在、そのはい、<laughs> 24歳なんですけど、あのまあ、資産形成というか、<laughs> お金をちょっとずつ増やしていくとか、貯めていくということに興味があります。はい、で、まあ、<laughs> この間ちょっと宣言したんですけど、えー、5年後、29歳かな、時に俺は年収100億円くらいの、総資産100億円くらいの。 やつちょっと単価を切ったんですけどはいまあそんなこんなで、まあ、そういったことに興味がありますはいで、えー、皆さんも日々どうしても生きる上ではあのお金って必要になってくるのかなって思いますはいえー、で僕もそのまあ僕にとってのそのお金っていうのはその力 だと思っててましてやっぱりそのお金あったらやっぱりできることはやっぱりまああるかなと、うん、お金だけですべてを解決できるわけではないと思うんですけどお金あればまあ、できることちょっと増えていくのかなって感じてます。 えことと、えー、損切り予防するっていうことすえっ、ー、と、まあ、増やそうと思ったらちょっと攻めから入って僕はちょっと失敗したんですけどはいえー、と守りが先で攻めが後っていうこの順番をまずしっかりと守ることかなとはいうんであとはその早めに損切りするうん あここが自分のいずれないラインだなと思ったらそれ以上はいずらないってことも大切かなと感じましたはいえそして予防するですねこれはお金だけに限らず病気とかではあの分かりやすいかなと思うんですけどまあ風邪の季節になったらやっぱりマスクしたりとかってやりますよねはいあとまああの食事に気を遣ったりとか運動してみたりとか健康とかにはね結構気を遣ってると思うんですよ、はい えー、僕はですね、この予防の大切さを知ったのが最近なんですけど <laughs>、あのー、悩みを、悩みとか、なんか苦しんでることとかをちょっと打ち明けてみるみたいな、ちょっとずつガス抜きすることの大切さを、えー、学びました。これはある意味心の損切りといっても過言ではないのかなと思うんですよ。なんか僕は人に相談できずに、 自分の中で考えちゃって結果的にこう,、まあ、うまくいってなかったので、うん、そこはちょっと反省してるんですちょっとずつガス抜きできたなと思ってますへまあもちろんこの YouTube がねいいガス抜きになってくれてます本当にあの感謝しておりますはいまああのーまあ、なかなかねあの人にヘビーな悩みとかあって相談できないと思うんですけどちょっとした、あのー、イライラがね積み重なって大きいことにつながっていくことは多分これも 間違いなく世のことあり順番なので、逆にこの小さいとこから、えー、予防しておけばそんなに大きいことって起こらないんじゃないかなと思ってます。はい、なんか僕もそういったことは体験してまして、逆に、えー、小さいことをね、あのいい小さいいいことを積み重ねていけば大きいいいことに繋がっていくこれも間違いないんじゃないかなって思うんで、えっ、ー、とそのまあ貯めていくっていうことに関していい小さいことをね積み上げていくっていうことをまず大事にしつつ、えー、小さい悪いことは どんどん切っていくっていうことが、えー、改めて、えー、大事だなと感じました。はい、えー、本日の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、いいね、コメント拡散など、ぜひ私、豊田先生の応援をよろしくお願いいたします。はい、えー、それでは本日も最高の一日をお過ごしください。さよなら。